ある時は企業戦士、またある時はバドミントン選手。スーツとシャトルで未来を切り開くスーパーヒーロー、それがバドリーマンだ。首？お前には1年やったんや。神道とまで言われた巫女でもダメなんて。今日から営業部の仲間になる白鳥巫女くんだ。同じバド部の仲間だ。俺はバドの選手として呼ばれたんです。練習場ってここ？シングルスよりもダブルスが向いとるんじゃ。勝手に決めるな。俺が教えてやるよ、バドリーマンの面白さってやつを。ほら存在が着実に決めて声抜け、今はしがになったスカイは自分で変えて。いいパートナーを持ったぜ。よろしくな相棒。言っときますけど、俺たちはあくまで期間限定ですから。俺はお前とダブルスがやりたいんだよ。いざ通信台の前のスカイトに立ち向かって。バドはシャトルが落ちたら負けなんだ。俺は負けたくない。お前はどうだ？負け犬。アズマ、こんなことなら会わなきゃよかった。飛べミコト。リーマンズクラブ1月22日放送開始。